なんかお父さんがさ、コーヒー飲むイメージがないんだよ。熱いもんで飲まない。ここがおい、あのでかい島のところに、このあれがいっぱい取れる。それで編んで、編んで、はい、これ干して、いろんな家具とか椅子でも作れる。でござす。ユニトモ。はい。あゆだよ。ファミ。てよ。ちょっとあのあれ、お父さんこれこれちょっと酢かけてみて。何を？さっき言ってたの。お父さん酢かけて食べたいって。ちょっと待って。じゃあこれこれでいい。これでいい。これで？うん。あ、はい、あまりいっぱいなんだよ。何そんな酢なの？はい。ちょっと待って、舐めるぐらいだよ、お父さん。ていうか、酢となんか混じったやつな。ちょっと違うでしょ、うん、ちょっと違うな、うん、本当の酢っていうやつで、なんか混じっとるな、うんうん、なんか混じっとるわ、やっぱり、うん、よし、分かった。酢はちょっとあれか、うん、うん、とも紅茶頼んじゃって、アボカド飲まんかったね。うん、今まで飲まんかったの。違うよ、トモだ。あ、トモなの、うん、トモ飲まんかと思った。違うよ、だから試して。違うよ、トモだ。甘いもん。向こうはもう基本甘いの。うん。うん、美味しい。じゃあ美味しいよ。美味しい。トマ好きだね。うん。トマこれ好き。うん。アボカド。うん。そっか。アボカド残りから、うん、ずっと飲んで。うん。アボカドはね、向こうでも飲んだりはするけど、うん、でもね、向こうで私大体ね、オレンジジュースかそれかトマトジュース。うん、でもね、お父さんとあっちのトマトジュースね、びっくりしたのがね、砂糖入れてるのよ。へジュースでやっぱりこういうのが砂糖が入ったような感じだもんな、うん、だからびっくりしちゃった。みんな砂糖入れたのかな、うん、みんな砂糖好き、何でも砂糖好き、うんうん、受け止めたまににすだこれを semua ini habis disoles sama tempe goreng nasi goreng itu sama ayam penyet水でいい。結構お父さんもほぼ食べたの。食べた食べた。いや食べたよ、うん。そうだね。ちょっとピリッとするけど、なんとかちょっと食べたね。こんな骨まで食えるだろう。食べるようだけど、うん、まあ。いやお父さんやめたのがいい。インドネシアはさ、あったかいもんで、うん、だって平均に辛いも、あの塩辛いのかなと思ったけど、うん、でもないな。うんでもやっぱりある程度も塩は効いてるね。塩とニンニクは効いてるね。ああ、そう。薄味はなってない、ね。うん。だからニンニクはよく効いとったわ。すべての調味料にはもう料理にはもう塩入れてる、ね。うん。あとさんです。はい。ありがとう。これはね、全然砂糖入れてないけど。あ、本当。大丈夫。はい、大丈夫。ごめんね、さっきあの甘くて、なんかインドネシア人かなと思った。日本人だとね、絶対飲まないよ、こんな甘いやつ。意味と思いますか？そう思いますか？そうか。おめでとう。インドネシア人だ。インドネシア人でした。ああ、若いな、デンスか。なんかクラッツ大丈夫？あ、すみません。あれはね、コーヒーの追い山を取った自分。ああ、そうですか。あの、ダリダリ、ブヌ。ああ、山から。アスリ山の、その自分で取って。今だ、アンジャー、ラッシャーズ。あ、これブラックだね。ブラックだね。お父さん、砂糖は？あ、いいよ。砂
茶と ブラック飲める飲める、うん、でもこれブラックは苦くないよね。そんなに苦くない、コーヒーなんかたまにブラック買って飲んだ。あ、本当、うん、あ、じゃあいいや。なんかお父さんがさ、コーヒー飲むイメージがないんだよ。熱いもんで飲まない、ね、熱いで、うん、そうなんだね、うまいよ、うん、これは飲める、砂糖なしでも大体自分は砂糖入れないと飲めないからね。あ、そうかそうか、うん、これは飲める、うん、コーヒー豆の味がブラ日本のやつのもっと濃いよ、もっと苦いの、うん、苦いっていうかな、これは苦くない、うん、これ苦くないもん、本当、うん、だから飲める飲めるよ、うん、美味しいよ。ブラック飲めないもん、ね、あ、飲めんか。日本のやつの苦いよ、苦い、もう飲めないもん、もう苦くて砂糖入れるのな、飲めんな、うん、熱いで飲まんだけど、うまい。久しぶりに飲んだアボカドジュース、うん、美味しい、美味しい、うん、よかったね。うん、1年も飲んでない。あ、そうだね。何が美味しかった？このジュース。アボカドジュース。うん、もう1年飲んでない。1年飲んでない。で、店でよく飲む。そう。それで、あとあれだもんね。これ、向こうこのやつ一緒。インドネシア。そう、これお父さんのインドネシアで取れるやつね。そう。この、あ、それね。そうだ、はい。これはロータンっていうじゃんね、ロータン、うん、それ編んでやつ、ね、そう、インドネシア、そのあそこが多い、ね、あのでかい島のところにこのあれがいっぱい取れる、うん、それで編んで、そう編んで、はい、うん、これ干してこういういろんな家具とか椅子でも作れる、これが、うん、親子だ、うん、これだけあれだったらしっかりしとる、うん、これ向こうでもこれ使われてるね、これ、うん、同じやつ使ってるね。これなら皿の代わりになるもんな。そうそうそう、洗わんでいいもんね。洗わんでいいな、いいよ。そうそう、他の編み物もできるもんで、やったらカゴでも何でも、そう、行こうじゃ、カバンもこれです、そうだろ、うん、しっかりと、うん、それでこの紙で、あの朝ごはんでお弁当、これをこの紙で包んでるんだよね。そう、これで、うん、そう、この紙で、うん、向こうで朝ごはん食べるとこの紙で包んで売ってるご飯、うん、で、お梨、そのご飯の中にいろんなおかず入れて、うん、でこれ包んで、うん、今日うちらが食べたやつ、それをこうやって三角になってるね、これでそれをまた広げ、自分で家帰って広げて、これでこう食べる。ああ、そうか。そう、意外と、なんちゅうだ、うん、金もかからんわな。そうだね。そうだね。うん、これをすごいいっぱい何枚切って、何枚でも、そうそうそう。かやいだ。そう、こうやってね。俺が皿の代わりになるだろう、うん。だって、はっきり言ってさ、あの、普通にプラスチックとかでやったら値段も上がるもんね、結局。うん、あとみんなバナナの葉っぱ使う、あ、バナナの葉っぱ使ってご飯、この上にまたさらにバナナの葉っぱ使う人もいる、ベタベタ、手で食うだね、ほらな、そう、また容器入れてくれたかな、そうだね、サービスで、サービス日本なんかせいぜいこのぐらいしか入れてない、かなり今飲んだもんな。大サービス。あれだもんな。あのご飯にもおかずがちゃんと中に入っちゃったもんで、こういうのがあれだな。あの皿がいらんわな。なあ、日本料理だったら考えとるな、うん、日本だったらこの今のこのやつで2皿ぐらいこうつけてな、ちょこっと、ね、これで格好だけで、そうそう、あのちびっとちびっとやる、うん、
日本料理だったらこの席もいっぱいなるね。ああ、そうそう、そういうことだ、うん、ちょこちょこ来るね、うん、そう、いいだけ来る、ここ駅の近くだもんで、やっぱりみんな来やすいね。それであと、あの買い物だよね、買い物、あの向こうのなんていうの、その調味料とか、そう、調味料、食べたらサービス、サービスもいいとこ余計入れてくれたらすごいいっぱいで、ね、美味しかったもんな、うんうん、食べれるよ、うん、大体日本の人も食べれると思うよ、うんうん、ママもすぐに慣れたもんね、インドネシア料理、うん、そうだね、うん、すぐ慣れたもんね、うん、最初、あ、そうか、そうか、うん、OK、いいか、ulang dari teman-temannya. Ah, gocor sah. Gocor sama. Gocor sama. Sekata. Nah, ini kita sudah antar kakek dan kita mulai menuju ke rumah. Pulanglah gitu ya. Ya. Mau. Potosan mau gua mau tapi rete yokatta ne.うん、そうそう、うん、うん、食べれてよかった、美味しいって言っとったしね、そうそうそう、うん、gimana Tomo juga? 久しぶり、sudah lama anu udah ke restoran di Indonesia ya? Itu sebenarnya jadi contoh anu aja nasi goreng deh, iya sebenarnya untuk Tomo mah jijang mah nasi goreng mah gak patah kamu naik temennya, nasi goreng ね、iya、うん、私ももう考えたけど、うん、でもなんか、うん、お父さん鶏肉って言ったからさ、うんうん、だからまあそっちの方がいいのかなって。OK、kita tutup dulu nih videonya。OK、teman-temannya semoga menghibur ya video kakek lagi ya。Seno、assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。